こんにちは、お肉です。今回は、NiziU の新商品ですね。イチゴのケーキを買ってきたので、こちらを食べながら私の本音を語りたいなっていうふうに思います。で、まず、ローソン行ったらめちゃくちゃ売っててですね、実はね、1個食べちゃいました。ごめんなさい。本当に申し訳ないです。なんかね、前のと一緒で、この裏を見ればね、どのシールかが分かっちゃうんですよ。なので、こちらの裏を参考にしながら、とりあえず全種類買ってきました。こんな感じで。 可愛いですね。前よりベタベタしてない感じなのでシールが取りやすいなっていう感じです。いただきます嬉しいなちゃんと紙の下についてるからね、取りやすいのよ。あ、ちょっとついちゃったクリームが。こんな感じで、ステップアンダーステップになっております。前回はね、迷宮ハッピーだったから。そして、ちょっとね、サイズ感はでかいですね。おっきくないですかでも可愛いの虹になってるの。 すすごくないですかこれね一番推しポイントちゃんと虹になってるっていう前はちょっとチョコケーキだったから正直何のね虹とそこまで関わりがないって言ったら失礼だけどあんまりなんか虹っぽいかって言われたらそうでもなかったんですけど今回は虹になってるのでしかもねこうやって層になってるんで食べやすいんですよ一口食べてみますめっちゃ美味しいなんかそんないちごの風味強すぎなくて美味しいですねあ 飲み物はね、いつもこの濃いお茶を飲んでます。あ、美味しい。やばい、美味しい。 で何をね、話そうかっていうと、今20がいろいろ言われてることっていうか、20のことについてですね。で、こういう話なんで取り上げないのに取り上げんのっていう、まず先に言っときたいなっていうふうに思っていて。だからやっぱり私って楽しいことしかしたくないし、20のことも楽しいことばっかり考えたいのに、耳に入ってくる、目に入ってくるっていうところですね。見たくないのになんでこんな入ってくんのってぐらい入ってきます。 特に二十のこと調べてたりとか、二十のこと大好きだからこそ目につくっていうのはあると思うんですよ、皆さん。なので、好きな方がよりね、多分、こういうふうに思ってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、 まあでも、やっぱ私のチャンネルなので、いろいろね皆さん思うことはあると思うんですけど、うーんーなんかね、そういうこと考えるのが疲れちゃったので、ちょっと褒めちぎろうかなっていうふうに思っています。なので、20がね、好きじゃない方には、こちらのね、動画向いてないと思うし、多分ね、そんなことないよって思っちゃうと思うので、20が好きな方だけ見ていただけたらいいなっていうふうに思います。 私はかなりポジティブだし、二重に対してもかなりポジティブに考えちゃうと思うので、そこはちょっとご了承ください。で、まずですね、なんかね、あんまね、言いたくないよ。本当はこういう話したくないなって思う時もあるけど、ただ、この私のチャンネルで二重の方が多いから、皆さんと意見を更新したいっていうか、私自身そんなにね、友達がいないからこそ、そういう意見を聞いてみたいっていうのはあります。うん。直接お話しする機会がないから、私の意見もちゃんと言いたいなっていうのは、 ありますそしてまずね、1個目なんですけど、あの,20の、二重の i の韓国デビューが白紙になったみたいな記事ですね。だからそれに関しては、なんかもうしょうがないなって思っちゃって、もちろん韓国でもアイドルは人気だと思うんですけど、それ以上に韓国って、なんかすごい他にも、他にも人気な歌手の方がいるっていうか、どっちかというと、日本もだと思うんですけど、アイドルが好きな方もいれば、例えばですけど、例えば世界の終わりさんとか、 今だったら平井大さんとか、なんかいろんななんか別ジャンル普通にアーティストの方が好きな方もいらっしゃるじゃないですか。もちろんそういう方にも見た目で好きになった方もいるかもしれないし、逆にアイドルといってもね、アーティスト感が強いとも思うので、そこに関しては、なんかね、線引き難しいところではあるんですけど、ただね、普通にいろんな歌手がやっぱ人気なわけで、そこで行くのってやっぱ難しいじゃないですか。だってまだ、なんだろうな、そんな全員が全員韓国語がペラペラではないし、 もとね、やっぱ日本人だけで構成されてるグループっていうのもあるから、なんか本当に私の一意見ですけど、なんかそんなに別に、まあ、20のなんか韓国デビューを焦る必要もないかなと思ったので、まあそういう風に言われちゃったし、元々デビューのなんか予定があったからこそなんだと思うんですけど、まあそこに関しては、なんかこれからもっと日本で、なんか日本のトップアイドルになって、 それからでも全然私の中ではもうどんな風でも応援したいからなんかそこに関してあんまり思うことはないなっていう考えです私は。 はい。で、もう一つ。これはね、もう私の嵐にしやがれさんの動画でもすごい出たんですけど、出たし、なんか結構削除してるコメントもしてるし、一個反論しちゃった、しちゃったんですけど、うん、なんか20がね、結構プッシュされてるっていう件についてなんですけど、うーん、これに関しても、なんかわかる。なんか言いたいことはめっちゃわかるって,かかっていう感じですよ。なんかやっぱり、その誰々のファンとかじゃなくって、普通にパッと見で、 見た時にすごいプッシュされてるからっていうのはあるし多分それをね言ってる皆さんもそれって別に20のせいじゃないってことは分かってると思うんですよねだって20が番組決めれるわけないしっていうのは多分見てる人も分かってる上で言ってると思うし考えてると思いますなんですけど私の意見なので本当にこれは皆さんと一緒じゃないこともあるかもしれないんですけど私に来たコメントでいや事務所の力だみたいな だから、事務所が強いだけじゃんみたいに言われるんですけど、そんなね、強い事務所のパックジニョンさんっていう方が選んだメンバーなんじゃないですか。だから、そもそもトゥワイスさんとか 2PM さんとかもその他めちゃくちゃいろんな有名なアーティストを抱えてる、ヒットさせてる事務所が選んだ9人なんだから、もう、その9人って特別じゃないですかって私は思っちゃうし、なんかもちろんねその特別が、特別の押し売りはしたくなくって、別に魅力がわからない人もいると思うんですよ。なので、 そんなね、100人が100人好きなアイドルとかアーティストとか、もちろん私のこともだし、いないとは思ってるので、そこに関しては全然。 なんか理解できるなっていう感じなんですけどなんかあえてなんかその人を下げる必要があんのかなってめっちゃ思うしそもそも2次プロジェクトのオーディションの風景とか見られた方はわかると思うんですけど本当にたくさんの方がねでなんかその応募されてオーディション受けてでこの9人が選ばれてるわけだからいろんな感情ってあると思うんですけどわかんないけど有名になったからいろいろ叩くとか。 なんかそういうのがわからないし、どれぐらい人気があるから言ってもいいとか、そういうのは本当にないなっていうふうに思っていて、もちろんね、アイドルだから、アイドルとかそういう人たちって前に出る。 から、多少はね、予想してると思うんですよ。自分のことを好きになってくれる人ばっかりじゃないっていうのもわかる。けど、叩かれたくてやってる人なんてね、もちろんいないし、もちろん自分のことを好きになってくれる人が多ければ多いほど嬉しいじゃないですか。なので、なんか自分にね、関心がないんだったら、もうほっとけばええやんって思うんですよ。ほんとそれいつも思ってて。だから、ま、あ記事とかもね、人気だから書かれるようになったりとかもするし、いろんなことが言われちゃうと思うんですけど、私に言われたことに関しては、なんで私のこのチャンネルでおざわざ 言ってくるんだろうっていう でででリップしししたりはすするるととと思思うううんけけど私が自分でそういいいいこをたたてる人をててててて人見かかか返事しに行くとかはしないかなって思っていてもうね、そういう人の感情を変えるの難しいし、うるさいなって思われちゃうかもしれないから、もうね、できるだけ黙っておくしかできないんですけど、ただ、この YouTube っていう場で、私のチャンネルは特にもう20をね、もうめちゃくちゃめでたいというか、もう20のことが大好きだし、20が頑張ることを応援したいって思ってるし、なんかオーディションの時から、その、いろんなことあったと思う 本当画面越しでは見えないこととかたくさんあったと思うんですけどそういうのも頑張ってクリアして自分の辛い思いとか自分のこの若い時間を全部アイドルに注いで頑張ってくれるからただ応援したいなっていうふうに思っていますなのでちょっと全然ねこのロールケーキ食べれてないんですけどなんか私の意見はそんな感じかなっていうふうに思っていて、まあ、もちろんこれからもいろんなニュースとか出ると思うしなんかすごいいろんなこと言われてるの目にしちゃうんですよどうしても。 で、これ20に言いたいんですけど、20見てないからね、きっと。20見てないと思うから、伝わんないかもしれないんですけど、で、100意見があったら、80いいことがね、書いてあるのに、残りの20悪いことだったら、20がね、100倍にもなってきちゃうんですよ、自分の中で。 だから、すごい、なんか刺さっちゃったりとか、辛い思いしちゃうと思うんですけど、本当に一部だなって思ってほしいなって思っていて、なんか私含めて、もう本当このね、チャンネルにコメントしてくださる人とかって、本当に20のことめちゃくちゃ好きだし、20が頑張ることをただ応援するよっていう方ばっかりだと思うんですよ。なので、なんか本当考えすぎないでほしいなっていうふうに思います。なんかね、もちろん私も考えすぎちゃったこととかあったじゃないですか。で、結構、はってなった時もあるんですけど、うん、本当にもう目を向ける対象を変える。 っていうことしか難しいなっていうふうに思うので、本当に応援してくれる方が本当にたくさんいるからねって思うし、なんかそれをね、直接早く言いたいなって思う。 自分のそのお話しする時間とかって短いかもしんないけど、うまく伝えられたらいいなっていうふうに思います。これからもこういうことって本当に少なくないと思うし、なんか本当心痛めることもたくさんあると思うんですけど、うん、私はそういういろんなことを考える人がいる中で、もうポジティブの頂点にいたいなって思っています。なので、 なんか、同じな、ね、気持ちでいてくださったら嬉しいですし、もちろんね、なんか、同じファンの中でも、いろいろ意見があるとは思うんですけど、なんか、私もね、一オタクなので言うんですけど、一オタクとしての意見は言うけど、やっぱりな、やっぱり、その人としてね、ポジティブにいてほしいというか、なんか、誰のことも叩く人間であってほしくないなって、特にね、このチャンネルを見てる人は思いますね。うん。なんか、本当にね、叩く人は変わってる。本当にそういう人が世の中にいるって考えるだけでゾッとするぐらい、なんか変わった人、 うんこれからもね私は本当に全力で二重のこと応援したいなって思ってるし多分同じ気持ちでいてくださる方もねたくさんいるのでこれからもよろしくお願いしますもうほんとそんだけなんですけどただね最近ほんと嫌でも耳に入ってくることが多かったのでちょっと自分の感情を語りましたそんな感じでちょっとねいろんな意見も皆さんに聞いてみたいと思うのでコメントしてみてください本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画を見てくださいそれでは Bye bye.